伊沢渡る宗兵像、伊沢渡る宗兵原文3年3月1日は、江戸時代の治水家、旗本、美濃軍代、伊見縄亀永、紀の国長軍溝の口村の豪農の出身。少年は1663年とする説もある。元六3年、徳川光貞に召し出され、紀州藩の官定方に就任。紀州藩主であった、徳川吉宗の命を受け、 木の川流域の神殿開発を行った。その後、教法期に全国で神殿開発が進み、教法七年に将軍となっていた吉宗の命により考えや、神殿開発といった事業に尽力した。教法八年には旗本となった。主な事業に、武蔵国の見沼干拓、見沼大用水開削、多摩川、改修、下兎国の手沼の神殿開発、 基礎参戦の改修計画、大鳥沼の干拓、恩郷ためいなどがある。また、幕臣としても、教法16年に環状銀未役、教法20年に、美濃軍大に就任して活躍した。上福寺の伊、沢見聡兵の墓原文3年3月1日、死去。墓は、千代田区工事町の浄土宗新宝寺。法名は、高下県伝、高市誉けに岩尾英王子寺。 新法寺の墓石には、俗名伊沢い,いよいよ総評へため、営業年76とあり、教年が正しいとすると、漢文3年生まれになる。また、見沼大洋水流域の埼玉県白岡市、芝山節越近くの上福寺にも分骨された墓がある。埼玉市見沼区の一万年寺には、文化14年に、渡る総兵の功績を称えて、聖徳碑が建てられた。大正4年、 十五位を追造された。この楠木の進む聖望も、渡る聡兵衛を名乗り、原文四年に、手が沼に行った方となるなど、父と同様に治水で活躍した。埼玉市緑区の見沼自然公園に、伊沢見聡兵衛の銅像が建てられている。ありがとうございます。